草親子踊りシステムというシステムなんですけど、これは KO システムってことですね。そうですね、プロジェクト KO ですね。 KO ですよね。そうです。それ怖いな。どうなんだろう。フネタ待ち合わせに行くのに消滅しろ。なるほど。そう、燃えてなくなるからね。燃えてなくなる。あとはありったけの夢を追いかけるそうだね、これはね。風が吹くまでありったけの夢を追いかけるだけなんだけど。そうだね、天狗多いな。でね、しかもね、便利なのがね、まとった時にね、ボウンってまとった音がするわけですよ。ああ、なるほどね。だからね、分かりやすいんで、張り込みがね。それはまあ状態が分かるわけですね。そう、今あまとったなってなったら刈り取りに行くわけだ。探しに行けばいい。ああ、なるほどね。パコレプキン邪魔だけどな。こいつめんどくさいな。まあ、成長で上がると思えば。ああ、確かに。誘ってんな。また誘ってんな、こいつ。全滅した？死んだんじゃね？あの、ドードーみたいに狩りすぎて死んだんじゃね？絶滅したんじゃね？本当だよな。アザラシとかもあれだからな、肉とかじゃなくて油取るためだからな。もう枯らしまった。あれ、わかねえな。わかないね。パコレプキンとグレアバードしか来ないけど。あとサソリな。そうそう、なんかあんなにいっぱいいたはずなのに。なんだろう、今やもう、うん、見る影もない山、入り表山猫みたいになっちゃってる。入り表、うわなるほど。すげえ飛んできたな、今。すげえな、今スパルタン戦士かと思ったよ。びっくりしたよ、今。ちょっと良さそうな、ま、飛び込んできて待ちどころがねえかな。ああ、お前らが湧きすぎるからやばい、危ねえ。硬いとはいえ全然平気ね。いないね。やべ、マジで全滅しやがったなんでだろう。扉、あ、ここちょうどいいな。ここで、ここで巻こう。ああ、はいはいはい。もうパコレプキンだけだな。全然来ねえんだけど。緑色い物体しか来ないんだけど。どうだろう。これもパコレプキン。うわぁ、攻撃高いやつ。怖え。あ、来た！なんとしても。とはいえ、まあ、こう叱る前に、うん、なるほど。こいつダメだな、俺も。このフロアダメだね。これダメだね。枯渇したね、これ、うん、完全に、うん、もうだからあのもうレプリカしかいなかったから、うん、そう、オリジナルはもういないんだよ。ちなみに、うん、三河志向の壺に物を入れると、うん、物が絶対ピロるんですけど。ああ、はい。あ、そしたら草がね投げられても平気ってことか。とはいねえからな、ここでやる。おーおーおーおお。ん、なんだ、あ、あれあれ、うん、角作って はい角作ってうん、なんか今ゾンビトドがいたけど、ゾンビだよ、完全ゾンビってんな、あいつ。あ、道具寄せが、ギャー、ただの紙。じゃあやっとこう、うん、よし、おお、来たで、うん、はい、出た。
飛んでったよ。飛んでったね。円筒、円筒ついてるだろうなとは思ったけど。ついてたね。ついてた。うん、ダメダメ。うん、俺の三河志向の壺が。まあ諦めがついたんじゃん。そうですね。うん、はい。なんだと飲むってなっちゃうねこれ。これも投げるんだよね。うん、いらんからね。うん、お、これは。お、まとってるまとってる。貫通だもんね。うん、貫通ですね。うん、貫通です。無限無限貫通ですよ、ね。天命具だ。普通のドロップで天命具？あ、しかもラッキー。おお。やろう。天命具3。はい。課題。ん？攻撃力高くなった。なんで高くなってんの？意味わかんないね。あ。いてえ！めっちゃ強え！いや、すげえ強えって！なんだこいつ！攻撃が高いってレベルじゃねえぞ。3倍？何これ、何こいつ、どうなってんの？わかんねえけど、すげえ強かった。いってえ！2発で130ぐらい持ってかれてる。死ぬかと思った俺今死ぬかと思った。うん、三河氏だ。ああそうだ、まだやばいぞこれマジで。三河氏のこのエフェクトになってっからオーラが表示されてないんだな、あれな。いや違うですね。そうじゃないの、あれエフェクト、オーラじゃない、あれ。あ、オーラじゃないんだ。多分あれパワーアップ層かなんかをめっちゃ食ってる。ああ、なるほどね。超パワーアップしてたんだ。だと思う。メグスリ、あいつだ。怖っ、強っ。あ、保存ありがとう。うん、いや、めっちゃ強いぞあいつ。あいつ半端ねえぞ今。やっちゃ普通じゃないね。かすめただけ。かすめただけでだよ完全に今もう、うん、体力の半分持ってかれてっからね。半分どころじゃねえか、140ぐらいだったから、130ぐらいだったから。いやもう、うん、死んでたぜ今。うん、あと一撃だったから、ね、よく生きてたよ。うん、あぶんな。こいつこいつ。ああ、これで剣とかがね上がる。お掃除しに来ました。すっげー来てるけど、あれだけ割ってねお前みたいな、お前たちは腐ったみかんだ。ひどいな今のすごいね、やり逃げですよね完全にね。夜中にな、こっそりしたところでな。そう、ぶってやめろ。うわ怖い。ああもうこんな感じになっちゃったよ。やめます。一応かけるからねあれ、こうしとけば。マンションの一個下の階の女の人の部屋に入るために風呂場に穴を50センチの穴を開けて忍び込んだっていう事件がありましたね。女の人が犯人じゃなくて、男が、男が犯人ね。そう、あ、上の51歳かなんかのおっさんが、下の39歳かなんかの OL の。そのニュースちらっと見たんだけど、うん、犯人男か女かは見とらんかったわ。男が犯人だったね、うん、なるほどね。でしかも忍び込んだんだけど多分プリズンブレイクのミス。そう50センチの穴で入れたんだみたいな感じだったんだけど、俺の中では。いや、猫だってね、頭さえ開けゃね。まあまあ。入ったのはいいけど、抵抗されて逃げられたっていうね。まあ、抵抗もするでしょうよ。それ、穴開けた意味あったのみたいになったのね。無駄な努力にも程があるよね。クソ、約束ばっかりでしょって。そうだね。どうぞこいつも本当に使えねえ。この能力を他に使おうっていう感じだね。来るぞ。お、来る来る来る。このフロアは枯渇してないね。いっぱいですわ。うん、絶滅。お、イエーイ。まあ確かにやばい草投げられた時にピロルって考えれば、うん、まあ三河志向の効果は悪くはない。はいはい。なるほどね。
らされちゃったり混乱させられちゃったりとか。ただやばい草多分親鳥だと多分、うん、あんまりまとわない気がするんですよ。あ、そもそもね、うん、ロックスとかね、はい、この1段階上に行くと眠りとか、うんうんうん、出たぞ。あ、やばい、なぜか強くなってるなぜか強くなってるわ、こいつやばい。エグザムかなんか使ってんじゃないの。あれなんなんだろう、あれめっちゃやばいんだけど。なんなのあれ。エグザムだと思うけど。すげえ。おお。実はね、上がるんですよ。これは盾とあれですね。もう1個ぐらい復活欲しいな4回復活できるのに。あ、まあまあ確かにあるに越したことはないかな。でしょ、うん、何が起こるか分からんね、人生。まあね、うん、昨日までも億万長者だったのに、いきなり交通事故で死んだりするかもしれんじゃん。まあまあ突然な、健康診断で健康ですねって言われた次の日の可能性もあるからね。ね、うん、全然健康ですよっつって、気にしないでいいですよって言われた次の日に、いきなりな、ダンプカーに突っ込まれてとかはありますからね。でしょ、自分からじゃないからね、事故はね。でしょ、暗い事故の場合はどうにもなんないからさ。あれもだって本当にどうしようもないよね。まあ高速とかで、うー、ここじゃ満タンにならんかったか。置いてしまいましたね。結構上がったけどね。結構上がった。お、なんだ。動くわけねえんだってお前が。おかしいんだって状態がさ。ホラーだな。やっぱゾンビすげえな。あいつなんだあれ。なんだ。あれゾンビですね。ゾンビだよね。ゾンビシリーズです。すげえ。なんだ。うおー、ゾンビがすげえ。ゾンゾンしてんだけど大丈夫ここ。すっげえ、どんどんおぉーやべえ、ゾンビアタックやべえ転がってくんだけど、すげえな、ローラー作戦着手食らったんだけどそうだね、引き殺されたからね、うん、うん、あ、いて、この突然の死やった、ちょっと突然の死やめてください。無限期間かこれ。無限期間でしたね、やつを倒さないと、うん、よし、じゃあ今日ラスト39、おお、行ってや終わるか。サル回復して、回復できるのかな、これピロンか、回復できないまま入りそうだな、うん、回復できないまま入るかもしれん。金縛でもなってくれりゃな、うん、だからなんで動いてんだよこいつ。ホラーだな本当に、うん、あいつ動いてんの俺も。わあ、3つ目これ、うん、3つ目降りよ、これはもう無理、うん、よし、最悪背中もあるし、まあなんとか、うん、爆炎ハウスだ、よし、相性がいいです。ああ、なるほどね、固定ダメージマンばっかりだ。オッケー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 、うん、よし、あ、でもこのフロアトンネル効かねえエリアか。あー、なるほど、トンネル効かねえ やつだ、うんうんうん、ってことは何ですか、なんか巻物あったっけ。目薬って飲んだ、あるよ。